ジョン・コールド・ウェル・コルトは、コルト製造会社のサミュエル・コルトの兄で、アメリカの毛皮商人、簿記係、法律事務所事務員、教師である。彼は短期間、海兵隊で軍務に服し、手紙を偽造して3ヶ月後に自身を除隊させた。無数の冒険的事業の後、彼は、複式簿記の権威となり、その教科書を刊行し、これは45版を重ね、 死後13年間観光が続いた。1842年に、コルトは印刷業者、サミュエル・アダムズの暴殺で、有罪判決を言い渡されたが、母規の教科書の観光で、アダムズに借金していた。コルトは、前年に、彼の自衛と主張する行為で、アダムズを長男で殺したが、しかし彼は後に遺体を処分することによって、犯罪を隠蔽していた。遺体が見つけられた コルトが第一被疑者であった。後半は彼の家族関係、処分の手口、そしてコルトの法廷でのいくらか欧兵な態度のために、ニューヨークの報道でセンセーションになった。コルトは1842年に有罪の氷決を、そして死刑判決を受けたが、しかし死刑執行日の午前に自殺を遂げた。中には、コルトは、本当は刑務所から脱走し、 ある遺体を自分に似させたと考えた人々もいて自殺に関する陰謀説が広まった。ある出版物は家族の一員が自殺に使用されたナイフを独房内に密かに持ち込んだと主張した。またある出版物はポルトはカリフォルニアで妻キャロラインと共に生きていると述べた。これらの主張のどれも事実でないとわかった。エドガー・アラン・ポーは短編小説 長方形の箱を一部、アダムズの膨殺に基づかせたかもしれず、そしてハーマン・メルビルは、バートルビーで事件に言及した。ジョン・コルトは、コネチカット州ハートフォードに生まれた。父親、クリストファー・コルトは、農夫で、職業を変えて、実業家になった時一家をハートフォードに移した。クリストファーは、最初の妻サラとの間に八死を設けた。二人は、幼年期に死んだ。 ジョンが13歳であった時に、長子マーガレットが、結核のために死亡した。そして彼の弟、サミュエル・コルトは、コルト製造会社の設立を通じて、名声と富を得た。ジョンが9歳であった時、父親は彼を、ホップキンス・アカデミーに入れた。翌年、父親は彼に辞めさせたが、これは一つにはこの少年が常に問題を起こし、一つには、 父親が1819年教皇で財産を失ったからである。コルトが11歳であった時、母親が結核で死去した。彼とその同胞は当時、父親の姉妹ルークリーシャ・コルトプライスに面倒を見てもらっていたが、2年後クリストファーはオリビアサージェントと再婚した。クリストファーはオリビアとの間にさらに賛子を設けた。金詰まりであったので、オリビアは、 ヨシコラは学校教育を受けるよりも仕事に就かせるべきであると主張した。コルト家の兄弟らはただ一人生き残っている姉妹サラアンに愛着するようになり、やがて彼女は下女として働くために親戚の家にやられた。ジョンは生涯ずっと彼女及びマーガレットの髪の房を保管していたことが知られる。14歳でコルトはコネチカット州。 マールボロのユニオン製造会社の募金係助手として働いた。一年もしないうちに仕事を辞めてニューヨーク州オールバニに移った。1826年にハートフォードに戻り3ヶ月間にあるアカデミーで勉強した。1827年にメリーランド州ボルチモアの女子人学校の数学教師の職を見つけ1年間勤めた。百二十八年に ペンシルベニア州、ウィルクスバリ付近の運河の監督技師になった。翌年、姉妹のサラーンがヒソを飲んで自殺を遂げた。それを彼女の義母との争いのせいにした新聞もあれば、彼女は労働する運命を病的な見方をして、やがて彼女の県民不罰さと精神が崩れたといった新聞もあった。この喪失に打ちひしがれて、ジョンは国を離れて、 死ぬまで異国で過ごすことを誓った。絶望してアメリカ合衆国海兵隊に入隊した。彼への命令はコンスティチューションでの地中海巡航であった。病気のために彼は船で兵役に着くことができなかったし、そして彼はアンダーソン大佐のためにノーホークで事務員として働いた。コルトは海兵隊員として3ヶ月を過ごし、軍隊生活に厳滅を感じた。 湿度の高い港で事務職を務めることは彼が心に描いていた冒険ではなかった。彼はそれでもまだ具合はひどく悪かったが、しかし医療的状態ほどには悪くはなかったので、彼はマサチューセッツ州ウェアの農夫、ジョージハミルトンの名前で自分の未成年の息子がジョン・コルトの名前で偽って入隊していると述べる手紙を偽造した。彼は兄弟ジェームズ宛に手紙を出し、 これをウェアからアンダーソン大佐宛てに投函してくれるように依頼した。アンダーソンは手紙を受け取って複数日以内に詐欺的な入隊ではなくコルトの病気を理由として印象してコルトを除隊させた。除隊するや否やコルトはイトコダドリーセルデンの法律事務所事務員として1年間を過ごした。同時に彼はリバーボートギャンブラーになり、 二股またをかける丈夫をめぐって決闘を挑まれた。決闘は決してしなかったが、このことは荒くれた町の喧嘩好きな爆地打ちとして、コルトの過去の経緯の一部になった。彼はバーモント州バーリントンのバーモント大学の討論コーチとして1830年にバーモント州に行った。しかしながら彼は結核の兆候のために一年後に去った。コルトはそれから、 五代湖に行き、ミシガン州の五代湖に接した農場を買った。しかしながら、結核の兆候が表面化し、そして彼は、間もなく、オハイオ州シンシナティに向かい、そこで彼は、アメリカ初の通信教育課程の一つの教師となった。彼はまた、ボヘミアンのサークルの中心となり、友達の中には、ジョン・ハワード・ペーニア、ハイラン・パワーズを数えた。そこから、彼は、 アメリカ中で多くの冒険的事業を試みたテキサスで土地相場し、ニューヨークで石鹸製造業者ジョージアで野菜卸売業者フロリダで毛皮商人衣料品商人ニューオリンズでマルディグラの仮面舞踏会の企画者1834年にケンタッキー州ルイビルで教えていた間ポルトはイタリア式簿記すなわち複式簿記を抗議し始めた 彼はこの主題を講義しながら、アメリカを旅行して、そして1837年までにこの主題の教科書を書き始めていた。彼の教科書、ザイタリアン・サイエンス・オブ・ダブル、エントリー・ブック、キーピング、シンプリファイド、アレンジド,アンドメシディスドは、好意的な辞表を受けた。コルトはその書籍を、ボストン、ニューヨーク、フィラデルフィア、そしてシンシナティで観光し、 そして1839年までに200を超える学校がそれを採用していた。コルトは第二版の署名からイタリア式を落とし、より新しい書版に講義の写しを含めた。この書籍は45冊を重ね、そして1855年まで出版した。教科書の書版の刊行の直後に、コルトはシンシナティのコルト、バージェス &CEO という名前で、 出版社ネイサン・ジー・バージェスと提携し共同経営者になった。新しい会社は、ジョン・デラフィールド・ジュニアによる、アン・イントロダクション・イン・トゥ・ザ・オリジン・オブ・アンティキティス・イン、アメリカを観光した後ほとんど破産した。本文の学識は疑わしかったしこの書籍は、入手するには予約応募するほかなかった。デラフィールドの書籍のより良い市場を期待して、コルトは1839年に、 ニューヨーク、マンハッタン、コートランドストリート14番地に移った。事務所はコルトの住居の2倍あり、コルトはそこで自分自身の船積み用木枠箱を作った。当局がアダムズの遺体が入っている木枠箱を開けるサットン1841年9月17日にニューヨークの印刷業者サミュエル・アダムズはアダムズが印刷した数点の教科書の借金を取り立てるために アダムズに会いに行った。二人は借金の最終金額が一致しなかった。情報源によれば、それは1ドル35セントの食い違いであった。コルトによれば、アダムズがクラバットで首を締め始めた。自衛しようと、コルトは彼をかわそうとハンマーだと思った者へ手を伸ばしたが、しかし狂気は、長なと分かった。コルトはアダムズを狂気で4、5回を出し、アダムを床に倒した。 アダムズが死んでいるのがわかるや、いなや、コルトは血をきれいにした。翌朝、コルトは遺体を大型船積み用気は箱に入れ、それに塩を詰めた。彼はそれからそれを、ニューオリンズ州の存在しない住所宛てにして、バーストーという運転手を雇い、翌朝出港予定の船、カラマズーに配達させた。一日二日経つと、アダムズの家族が、ニューヨーククーリーインクワイラーや、 ニューヨークウィークリー・トリビューンのような数紙の新聞に彼が行方不明であることを知らせる通知を出してこの年で彼を探し始めた。コルトの隣人エイサーエッジホイーラーはアダムズのギフ・ジョセフ・レイに自分はコルトの事務所から床に音を立てて落ちた音の後格闘の音が聞こえたと語った。鍵穴を覗き込むと彼には誰かが 床の何かの上に身をかがめているのが見えた。ホイーラーは後に、家主から鍵を手に入れると、大型の梱包容器はくばこがなくなっていること、床がゴシゴシ擦られていることが分かった。1841年9月22日に、コルトはアダムズの印刷店を訪れ、自分の書籍の状態とアダムズの居所を訪ねた。アダムズの製本業者、チャールズ・ウェルズはコルトに、 最後に、アダムズを見たのは、あなたコルトを訪れに行く途上であったと語った。コルトは主張のほのめかしには、返事をせず、一言断って中座した。レーン、ホイーラー及びジョン・ラウゾというアダムズの非雇用者は、コルトを含むアダムズの取引の元帳を調べ、証拠をもって、ニューヨークシティ市長をロバート・エイチ・モリスの元に行った。他の目撃者らは、 アダムが10月17日にコルトのアパートメントに入るのを見たこと、コルトが翌日運転手に木枠箱を配達させたことを言った。市長は荷車の監督者、ウィリアム・ゴッドフリーに問題の運転手の居所を突き止め、木枠箱のありかを確定するように依頼した。ゴッドフリーはバーストを見つけ、彼は彼に、包みは貨物船、カラーマズーに配達されたと語った。 カラマズーは嵐のために出港が遅れて港にまだ停泊していた。ニューヨーク警察は市長及び運転手を伴って乗船し、木枠箱がまだ船倉にあるか否かを尋ねた。腐敗しつつある遺体はすでに強い匂いを放ち始めていて乗組員らは匂いをネズミを殺すために出された毒であると推定していた。公安労働者が 木枠箱を開けると、ハンラの男性の遺体が店舗用火よけに包まれ、ロープで縛られ、塩詰めされていた。足の傷跡と一つの金の缶で遺体の身元は、アダムズと確認された。コルトは9月23日に、ニューヨーク警察及び市長によって逮捕された。アメリカ連邦議会議事堂の像のついた、アダムズの金の懐中時計が、彼の所持品から見つかった。 後半は1842年1月13日に始まった。コルトの代理人は3人の弁護士、いとこダドリー・セルデン、ジョン・モリル、ロバート・エメットであった。3人はサミュエル・コルトの新しい会社からの株式で支払われた、ニュージャージー・シュー・パターソンのパテント・アームズ・マニュファクチャリング会社。主任検察官はジェームズ・アール・ホワイティング、ニューヨーク軍地区首席検察官。 主席裁判官は、ウィリアム・ケントであった。コルト、アダムズ・暴殺事件後半は、当時の大衆報道を支配し、そして別のニューヨークの、暴殺事件、すなわちメアリー・ロジャースのそれを顔色なから占めた。報道によれば、コルトは、元職業、リバーボート・ギャンブラーで、女性ら及び、内縁の妻と、公然たるジョージを持ち、偽証して、海兵隊にいる除隊した。 犯罪の性質とコルトが未婚の妊婦キャロライン変集と同居しているという事実は知名度を強めたけれどもその大部分はジョン・コルトのサミュエル・コルトととの関係のためであったオールバニー・イブニング・アトラスから購入された P.T. バーナムの絵に不正確にもアダムズの絵とラベルを貼った報道がザザンのようなニューヨークの複数の新聞に現れたザ・カトリック・ヘラルド イーヴァンジェリックル・マガジン、エピスコパル・レコーダー、そしてゴズ・ペル・アドボケートのような宗教雑誌は、この事件を、本邦における、道徳性の欠如のような問題を実証するために、利用した。後半の真中、ポルトは、ニューヨークの報道で、冷血の暴殺について有罪であるいう評決を、繰り返し下された。週刊、トリビューン10月30日号は、その時、 セントルイスで法律を行としていたジェームズ・コルトが狂気はうちの家族の遺伝であるというのを引用した。ジェームズ・ゴードン・ベネット・シニアはニューヨーク・ヘラルドにコルトの自信、確信、そして生意気に関する長い社説を書き、彼の限りない可能性が道徳的、宗教的教養の不足によって掘り崩されていると書いた。主要な例外は ルイス・ゲイ・ロード・クラークが暴殺を不運な事故と報じたザ・ニッカー・ボッカーであった。コルトの弁護士らは報道を禁止するように裁判官ケントに頻繁に請願したが、しかしケントは裁判所は陪審が外部から影響を受けることを防ぐためにあらゆることを行っていると言って、それらを拒絶した。コルトはアダムズの暴殺に自分の兄弟の回転式拳銃の一つを 使用したと不正確にも信じられた。後半の半ばで、ホワイティングは、アダムズは長名でなくコルトパターソン回転式拳銃で、殺害されたと主張した。ホワイティングは、検視官と共に遺体を検査したドクター・ギルマンが、アダムズの頭蓋骨の丸い穴について、長名によってできたはずがないと証言した後に、コルトは、アダムズを誘惑して殺害したよ、はかりごとされた、行為において、 回転式拳銃を使用したと提言して、この結論に至った。銃撃音を報告した証人はいなかったけれども、ホワイティングの主張は、雷管の力によって発射された回転式拳銃の弾丸は、黒色火薬の爆発音を出すことなしに、人を殺害するだけの力で弾丸を推進させ、売るということであった。数人の証言者がこの考えに、反対証言するために呼ばれ、 その中には、弾道学者ザブリスキーと、コルト自身もいて、法廷で、回転式拳銃を発砲し、発射された弾丸を手で受け止めることによって、そういう発砲は、アダムズの頭蓋骨に見つかった傷の深さまで達することはできないと法廷に対して、実証した。セルゲンの反対を押し切って、ホワイティングは、検視官デビッド・イル・ロジャースに、アダムズの頭蓋骨と長男を法廷に持ってこさせ、 売信にオーダーの方向と回数を見せた。ジョン・コルトはこの実証に顔を覆ったと報じられた。回転式拳銃から発射された弾丸によって作られたとホワイティングとギルマンが考えた円柱状の傷は実際はコルトによって木枠箱を密閉するために使用された釘によるものであった。ギルマンは傷は釘によると容認し、 回転式拳銃の弾丸のような異物が犠牲者の頭部から見つからないことを認めた。コルトは自分がアダムズを殺害していたことを認め、自分が逮捕される前に自白する計画であった。彼は自分は自衛の行為をしたと証言した。私はそれから腰掛けた。衰弱し病気だと感じたからだ。数分間座ってから、それだけの血を見た後、 かわいそうなアダムズを見に行ったと思う。アダムズは数分間呼吸音が大きく、それから両腕を突き出し、静かであった。私はこの時彼の手を取った覚えがあり、それは正気がないようで恐ろしい戦慄に襲われた。俺は彼を殺したと。ジョンシー・コルト・コルトは最初に考えたのは建物を焼き払って証拠を無効にすることであったが、しかし建物に、 多くの人が住んでいるので、より多くの殺戮を引き起こすので考え直した。彼は遺体を大きな梱包用木枠箱に入れて処分することに決め、それを日よけで包み、ロープで縛った。床をゴシゴシ擦った後、彼はアダムズの衣服を付近の屋外便所に投げ入れ、それからパールストリートのワシントン浴場に泊まり、自分の衣服と両手の血を洗い落とした。 最終弁論は1月23日に行われた。セルデンはアダムズがコルトの首を絞めていたから彼は自衛の行動をして、コルトの唯一の自衛手段は付近の武器を引っつかむことであったと主張した。遺体を隠したことの弁護は一時的狂気であった。ホワイティングは2時間に及ぶ原告側の反駁で殺害は余計りごと的であったと反論した。彼は コルトの後半での態度、アダムズのウォッチを取ったこと、長男をよく見えるようにしていたこと、そしてコルトの遺体の処置法を自分の行為は無罪の男性の自衛のそれであるというコルトの主張と矛盾する証拠として示した。裁判官ケントは、コルトの隠蔽未遂に基づく自衛の主張を知りけ、そして売審に、コルトは暴殺を自白しているから陪審は容疑が暴殺であるか、 それとも古殺であるかを決定するように指示した。ケントは、コルトの法廷での後半の間中の、のんきな様子を論評して、彼の行動は、無実な人間に、典型的ではないと言った。陪審は、アダムズの遺体の処理を説明するときコルトは冷静、無慈悲、無感覚に見えたという裁判官に同意して、後半の間中、コルトの態度に心をかき乱された。 1>, 1月24日に十字館長の熟議の後、売審は、コルトは、暴殺について、有罪の評決を下した。コルトのチームは、上訴を行い、前回の売審は誤りを伝えられたため再審を求めて、1842年5月5日に事件を論議した。5月12日に再審は却下され、そして彼の弁護士らは、州最高裁判所に上訴した。 中最高裁判所は1842年7月16日に事件を審理し、下級審の決定を指示した。コルトの判決日は1842年10月27日に予定された。ひるむことなく、コルトの弁護士らは格闘中のコルトとアダムズのありうる相対的な位置と行為を調査するために、アダムズの検視解剖を行った外科医ロジャースを雇った。 傷と血のしぶきの数、形及び位置を分析することによって、ロジャースは二人は1フィート半以内の距離で向かい合って、掴み合いそして、アダムズは致命的なオーダーが加えられた時点で直立位にあったと、演役した。報告は、コルトの恩赦を期待して、知事ウィリアム・ H ・スワードに委ねられた。スワードは、コルトの恩赦を求める請求に圧倒されたが、 その中には裁判官アンブローズ・スペンサーや、元司法部長、ウィリス・ホールのようなスワードに近しい裁判官や弁護士、のみならず、オールバニの彼を直接に訪れた、弁護士36人のそれを含む。スワードは、犯罪の隠蔽未遂とコルトの後半の間の態度は、後悔している人間の行動ではないと感じたから、最後には、コルトを赦免しようとしなかった。被告人は、犠牲者を忘れ、 死がない遺族に侮辱を浴びせ、法廷を無視し、陪身を公然と非難し、後悔しているのではなく、傷つけられた人間として現れた。ウィリアム・エイチ・スワード1874年の文書より、コルトの国中結婚の描写1842年9月28日に、最後の上訴の後、コルトは公私刑判決を言い渡され、ニューヨークシティの悪名高い刑務所、 墓場に移送された。判決は1842年11月14日に執行される予定であった。コルトは自分が公式への日の午前にキャロライン編賞と結婚することを求めた。在館中にコルトは独房で贅沢な暮らしをし、毎日友人ら家族らの訪問を受け、キューバの葉巻を吸い、バラの山ででなく、実際のベッドで眠り、中に 絹のドレッシングガウンとシールスキンのオーバーコートを着て、刑務所の敷地を毎日歩いた。独房には、最新の長編小説、カナリアの入った鳥かご、そして新鮮な花が、毎日編集によってもたらされた。彼は、地元のホテルからの食事をとり、例えば、トーストに乗せたうずら、両鶏肉のパテ、リードバード、そしてズアオホージロである。 彼を女装して脱獄させようとする試みが数回なされたが、しかしこれらの試みは全て失敗した。ある医師が雇われたが、彼は自分はコルトの首は太いから公式への公約は不可能であると信じているから、もし遺体が長く吊り下げられないなら、コルトを生き返らせられると主張した。コルトの友人らはその医師をシェイクスピアホテルに泊まらせ、 公式刑の予定日午前に、蘇生のために墓場から遺体をそこに運ぶ計画であった。1842年11月14日の午前、コルトと編集は刑務所で監督協会聖職者ヘンリー・アンソン氏の導き、証人はサミュエル・コルト及びジョン・ハワード・ペレンで結婚した式の後、死刑執行の数時間前に墓場で火災が発生した。火事が消えた後、 コルトの遺体が、独房から見つかった。彼は、家族によって密かに持ち込まれたと信じられる、折りたたみナイフで心臓を刺していた。彼の遺体は、アンソン氏によって引き取られ、聖マルコ聖堂の墓地に埋葬された。後半が、日刊新聞で見出しで取り上げられていたように、コルトの死亡もまたそうであった。コルトは別の受刑者を殺害し、火災の間に逃げたという説が主張された。 ある新聞記事は、コルトは妻と共にカリフォルニアに逃げたと言ったが、このことを元ニューヨーク警察署長によって刊行された書籍が言った。サミュエル・エム・エバレットという男性は、自分は1852年にカリフォルニアのサンタクララバレーでジョン・コルトに会ったと主張し、その話はピアソンズ・マガジンに公表された。 ジョン・コルトに関する2冊の書籍の調査者で著者のハロルド、シェクターは、これを、きっかいな話で、事実でなく、民族の所産と知り添けた。1880年に書かれた、ニューヨーク・タイムズの記事によれば、キャロライン編集は、コルトの仕事年にわたって、私立探偵に監視され、そして生きている彼にあったという形跡はなかった。コルトの逃亡に関する、これらの推測のどれも、 事実ではないと分かった。コルトの歴史家、ウィリアム・エドワーズは、キャロライン編集は、サミュエル・コルトとヨーロッパであって、スコットランドで結婚した、彼女が産んだ息子の父は、サミュエルであり、ジョン・コルトではないと書いた。1953年の、家族の手紙に、大いに基づくサミュエル・コルトの伝記で、エドワーズは、ジョンのキャロラインとの結婚は、彼女の息子。 サミーを着実と認める一つの方法であったと書いた。サミュエル・コルトは彼女を捨てたが、なぜなら、彼女は産業経営者の妻にふさわしくないと彼が感じたからで、そして離婚は当時社会的スティグマであった。サミュエル・コルトは、このサミュエル・コールドウェル・コルトを経済的に多額の手当で面倒を見て、最高の私立学校群と言われたところの費用を支払った。 サミュエル・コルトは同盟者との文通で同盟者に関して彼を引用では彼を自分の老いと呼んだ。エドワーズ及びハロルド・シェクターのような歴史からはこれは大コルトの率直に言うことなしに世界にこの少年は自分の息子であると知らしめる方法であったと言った。サミュエル・コルトは1862年に死亡した後、 2010年の標準で200万ドルを少年に残した。コルトの未亡時にエリザベス・ジャービス・コルトと彼女の兄弟はこれを得ようと争った。遺言書の検認において、キャロラインの息子サムは、キャロラインとサミュエル・コルトが1838年にスコットランドで結婚したこと及びこの文書が自分をコルト製造会社のでないにしても、コルトの不動産の正当な法廷相続人である。 ことを示す婚姻証明書を提出した。作家ハーマン・メルビルは短編小説、バートルビーで事件に言及した。その小説では、語り手は容赦しないほどに気難しい彦容赦バートルビーに対する怒りを、不運なアダムズ家とさらに一層不運なコルト家の悲劇、そして可哀想なコルトがアダムズによって香りを焚き込められて決定的な行動に放り込まれた。 ことに気づかないことを熟考することによって抑えている。エドガー・アーラン・ポーの長方形の箱は遺体を塩詰めの木箱に入れて船で運ぶことについて話す。この小説は、コルトのアダムズの遺体の処理法によって霊感を与えられたかもしれず、シェクターはこれをコルト事件の最も背筋の凍るような一要素と呼んだ。ありがとうございます。